復権艦隊の機関あげ部復権艦隊、または復権水師は新潮末期に編成された新潮海軍の4つの近代的な地域艦隊の一つである。復権省援会と台湾の防衛を担当していた。新潮の近代海軍の歴史は1863年のオズボーン艦隊に始まる。しかし国防を外国人に依存することが 新庁内部で問題視されたため、この艦隊は1865年には早くも解散した。この国防の機も軍艦の国産という課題を解決するため、1866年、佐相等が欧米の技術援助も受けて復讐の馬校に設立したのが復讐船政局だった。1870年代には2000トン級の艦艇を、 毎年継続的に建造できる能力を有し、折から整備中だった新庁の他の山水師にも艦艇を供給した。加えて復讐先生学堂では海軍要員の育成も行われた。ここは1881年に北洋艦隊の理工省が天津水師学堂を設立するまで中国唯一の海軍教育機関であった。1871年、遭難して、 台湾に漂着した宮古の島民54名が現住民に殺害された。日本政府は新朝に賠償請求したが、新朝は現住民には責任が及ばないとして、責任を回避したため、1874年に日本は居留民保護を名目に出兵した。この時、新朝海軍に日本の総交官、不装、混合、比例に対抗できる艦はなかった。 この事態に、新朝の解剖意識は高まり、直霊総督の李口賞は、数千年に一度の非常事態と上昇して400万両の海軍建設予算が認められた。これによって編成された復建艦隊は、最盛期には11隻の軍艦を保有していた。1885年の清志仏戦争の初戦の馬工海戦で、アメデクールベは、フランス極東艦隊を率いて、 復権艦隊を攻撃し、帰還の秋武は魚雷により、座礁、復権艦隊の旧石が撃沈されて、艦隊はほぼ壊滅した。折しも前年には、佐相等が死去したこともあって以後復権推進の政治力は低下、以後も艦艇の建造は続いたが、独立した艦隊としての活動はあまり見られなくなった。神仏戦争後、 復建艦隊はたった2隻の船を補充しただけだった。1891年以降、新朝廷は支出削減によって海軍兵器の購入を取りやめた。これによって復建艦隊は艦艇と経費の両方の不足に悩まされ艦隊の維持さえ難しくなった。日清戦争に復建水師は参加していないが、この戦争で日本海軍に露獲されたタイラ赦イン。 公平は、復讐戦政局制の軍艦である。1909年、清政府は、復権艦隊と関東艦隊、北洋艦隊、南洋艦隊を統合した上で、巡洋艦隊と長江艦隊に再編成した。独立した復権艦隊はここで解散した。ありがとうございます。